ちょっとエンジンかけてみようか。行くぜマリア。おお、気が入った。はい、どうも、まことです。今回、今、取り出したものは、DRC-D70 っていうドローンですな。Amazon で7000円ぐらいで買えます、これは。これね、初めてドローン買ったけど、これ結構しっかりしてんなって感じやったね。パッと見た感じ。はい、で、飛行させたかった場所には今到着しております。まあ、ちょっと小高いね、神社だな、ここは。で、神社の横のここで飛ばしたかったよ、ここで。まあ見ての通り強風です。どうにもならん。この強風じゃどう、素人か、俺みたいな素人考えても無理だもん。で、諦めてね、神社の上の方に撮ります。まあ、この時、神社の上の方になんか広がねえ方っていう感じで上がってますわ。挨拶も兼ねて。これはゴールデンウィーク最終日か？そして。で、上に上がったとてね、風の勢いは変わらねえ。もう何もかも風でなびいてるもん。で、ここも葉っぱあるけクッションになるかなと思ったけど、狭いな、ちょっと。で、諦めて探し探しでグラウンドに到着。ここなら大丈夫っしょ。とりあえず物を置いてね、撮影準備っていうのと、あと飛行準備だな。はい、今説明文読んでます。てか説明書読まずに飛ばそうとしてたからね、俺は。あそこで文字ちっちゃいから、うん。でもいっぱい説明書いてるけどわかんねえんだよこれ。一応日本語マニュアルになってたけど、緊急停止ボタンと離陸ボタンってのがあるから、この D70 にはそれだけ覚えて今飛ばそうとしてます。まあ他にもなんか設定せないけんやったやついっぱいあるみたいなんやけど、もう完全に省いて飛ばしたいだけで飛ばしております。これが外での初飛行だな。家の中ではちょっと飛ばしてみは見たんやけどね、すぐぶつ当たるから壁に、諦めて外で飛ばした方がいいやと思って外持っていったけど。で、この画像っていうか動画の左から右に風が今流れてる状態です。これだけ流されるから普通に操作ほぼせんでも。で、本体重量が結構軽いんだよね、この子は。本体重量が 94g で、飛行可能時間が、まあ説明書では11分、バッテリー1個でね、まあこの風やからだいたい9分から10分だろうね。でね、やっぱ砂が入っちゃうんだよな、ね、側面っていうか底面から。底面になんか熱逃がしの穴が開いてるから、そこから砂が中に入っちゃうから、多分これで壊れるんやろうね。で、一応ね、風に抵抗するように低空飛行させてるつもりなんやけど、無理だね、ほぼ。風に流されちまう。
はい、これがドローンから、ドローン本体から撮った映像だな。一応なんか専用の Wi-Fi の受信でスマホなり iPhone なりね、映像はこうやって映せるんだけど、操作してる時の映像としてはまだ滑らかに見えるんだけど、録画で後で見るとやっぱこういうキレッキレなんだ。これまだいい方だからね。ちょっと編集でちょっと倍率上げたけど、0.5 倍率上げたかな。まあこの 96g 載せられるカメラだからこんなもんでしょう。写真画素数が 1280×720p、 映像画素数が 1280×720p の 20fps で、さっき言った Wi-Fi のリアルタイム距離がだいたい 60m、 あくまでも信号障害なしで 60m で、伝送フレームレートが 20fps、写真形状が JPEG で、映像形式が AVI か MP4 だから、まあ後で画質っていうか見れるようにするんやったら倍率を 0.5 まで上げるとこれぐらいになるかなって感じかな。もうテイクでやってからもうほぼあのドリフトの あのラジコンみたいな感じになっちゃってるから、ザレ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 砂入ってるやろな、これ本体に。壊れたな。腹立つわ。よし、焼いて寝る。